か、やばい、マジで。ありがとう。みんなありがとうございます。こんばんは。寒い。寒い。やばい、3位の人とめっちゃ差縮まってる。頑張りましょう。あのすいません、あのしんしんさんとの配信の時にあのクマ投げてくださった方にイラスト描きたかったんですけど、ちょっと今日思いのほか時間なくて描けなかったので、明日の配信でお返しします。でも明日が昼が できるかちょっと微妙なのと、あでも昼は、あ昼書き初め配信ワンチャンできるかも。何急にって感じやけど、書き初めの配信ができるかもしれないです。のと、私一応習字八段を持ってるので見てください。っていうのと、あとは朝どうしよう、朝見やすい、みんな分かんない、無理だったらごめん、なんか場所が空いてたら書き初めする。書かなきゃいけないから。直ちさん、小町さん、よっさん、直さん星ありがとう。今日しんしんさんにこれの星を、ね、伝授できたので嬉しい。なおさん、ちなちゃん、むらさん、よっさん、なわてさん、レオさん、ベックスさん、こうじさん、にっかさん、ベックスさん、ゴンちゃんさん、ななちゃん、ありがとうございます。なおさん星ありがとう。さきしょさん、尊いありがとう。おきなえむさん、けいたんさん、あありがとう、これゴンちゃんさん、おかむさん、くつひもさん、まるひけさん、ありがとうございます。ひがなおさん、ありがとう、ハート。はじめましてさん、こうじさん、しょうきさん、ゴンちゃんさん、つつみさん、しろたんさん、ななちゃん、ポンズさん、マスクメロンさん、つつみさん、トップティーのおしょうさん、さとくんさん、PPP さん、ゴンちゃん、れいさん、かいりさん、ありがとう。お疲れ、なおさん、ありがとう。しろたんさん、れいさん、でんさん、かいりさん、じゅんやさん、ありがとうございます。あべべさん、プレゼントありがとう。ひがなおさん、ありがとう、プレゼント。あこれすごい、なんか中身ちゃんとちゃうんやな、すごわんさん、香港のひごさん、けんいちさん、ありがとう。ハイドさん、ありがとう、ありがとうございます。トナカイ、ホリッチッチさん、ホリッチッチさん、ワンさん、田中さん、カイリさん、トミーダさん、チナちゃん、ケンイチさん、ヒヨッコさん、イグネコさん、トップティーのおしょうさん、ヤヨコ、ヒヨコ、シズマルさん、香港のヒューゴさん、トミーダさん、カイリさん、ミッチーさん、ありがとう。アベベさん、星ありがとう、イエイ。トモタンさん、サトくんさん、トミーさん、六甲山の仙人さん、つんちゃんさん、トミーさん、トールさん、こまっちさん、ゴンちゃんさん、はるちゃん、ナチュラルさん、じゅんいちさん、うららさん、ついばささん、小賀拓也さん、ナンバースリートップさん、キャノンブルさん、ひよっこさん、しろちゃん、くるみちゃん、ついばささん、ゆうじさん、しんさくさん、しろちゃん、くつひもさん、さっとくんさん、ハキムさん、ありがとうございます。ハイドさん、プレゼントありがとう。あなんかかわいいのおる、ここに。かわいい、ケイチさん、かっちゃんさん、あすごい、なんか顔が埋もれた。さっとくんさん、まるさん、ひーくんさん、なおっちさん、ありがとう。まえちゃんさん、あすごい、なんかめっちゃさいいな、なんかクリスマスを感じますね。なんか家の中にいてもクリスマスって感じられるんやな。あワルさん、ありがとう。あこれか、何かなんかフラワースタンドみたいな、かわいい、ありがとう。書きます、
桜田画伯。すいません、ちょっと今日の夕方の配信のと前後しちゃうんですけど申し訳ないです。明日ちょっとまたお礼します。明日の夜の方が見やすいかな、みんな。いや、なんか今日めっちゃあっという間に終わったウォルフさんありがとう、お花も描きましたかわいい、ありがとうちょっと公演終わりなんでメイクぐちゃぐちゃなんですけど、ありがとうございます、ありがとうありがとうカンカンさん、ヒーロさん、おけいさん、 KW さん、トモタンさん、純一さん、ありがとう、シムさん、ありがとう、うん、ナオチさん、おけいさん、ナオチさん、トモタンさん、ありがとうございます、ハイドさん、あれありがとう、オーナメントありがとう、ひよこさんもありがとう。やばい、めっちゃ目乾燥美力、美力ながら応援したいさんナオチさん、ナオさん、ありがとうございます、コマチさん、ありがとう、ありがとうございます、スノーボールかわいい、なんか冬やな、めっちゃかわいいナオチさん、さやさん、マリノコウジ、キミヒトさん、トモタンさん、さやちゃん、ミッチさん、チキンナンバさん、ありがとうすごいなんかいっぱいボボボってなった、ちょっとこれ撮ります、痛いんですよ、くじみに今日はね、髪の毛ね、ストレートヘアで、で私三つ編み細いのを何本か垂らしたいって言ってたんですけど、あのそのねメイクさんめちゃめちゃ天然な方でね、ストレートにした後に忘れてて、で時間なくて、あ、じゃあなんかここまでやってくださって、なんかすいません忘れてましたって言ってやってくれそうになったんですけど、あ、ちょっと今日ちょっと時間ないんでこれで大丈夫ですって言って、今日ストレートおろしにこれ1本ありました1本だけここにあった、今日はチキンナンバさん、さえちゃん、新作さん、トウシさん、さえちゃん、アランさん、トウシさん、ごめん、めっちゃ声抜きながらで、ゆりかパパさん、トウシさん、ショーマンのケンさん、みっちさん、ありがとう、あ、ちょっとごめん、めっちゃ撮りながらでめっちゃごめんなんよねめっちゃごめんやねいつきさん、ありがとう、あ、ちょボサボサや、ごめん、いつきさん、ありがとうございます、イエーイ、書きます、あ、かわいい、こういう時なんかちょっと変なさ丸字みたいな書き方しちゃう、いつきさん、ありがとう、くま、なんか古いデヘペロデヘペロです、ありがとうありがとう、テヘペロありがとうありがとうございます昭和のケイさん、ミッチさん、ケンイチさん、クーハルさん、あ、ヒガナオさん、スノーボールありがとうありがとうございます、ノリテツさん、サトくんさん、ビーディーマンさん、ケムリズイさん、あ、ユージローさん、ハイドさん、星ありがとう、星、あ、すごい、顔からなんか咲いた、あ、あ、すごい、え、かわいいありがとう、どこだ、あ、ありがとう、なんかかわいい、スクショ撮っとこう、あ、キュート撮りましたみんなナオさん、ソラさん、終わりなき旅さん、ヒカムさん、まゆかちゃん、あゆぽん、マールさん、チキンナンバさん、ナオさん、星、ありがとう、ヘゼルナッツさん、キャベツさん、ゴンちゃんさん、オーナメントありがとう、靴ひもさん、ありがとう、ナオさん、レオさん、ありがとう、ハート。じゃあさ、今日さ、シンシンさんとさ配信させてもらった時にさ、リプリップルを復活させたいって話になって、ちょっとなんか嬉しかった。リプリップルみんな忘れてないですかあ、ゆうじろうさん、ありがとう、星、ありがとう、なにわのひでさん、アンチル割りさん、T 学ぶさん、ハールさん、きっぺいさん、ラスールスさん、くつひもさん、海さん、
くついもさん、しょうまんどけいさん、じいじさん、ともたんさん、ありがとうございます。あ、こまっちさん、ありがとうございます。さっきのかわいいのの正体ありがとうございます。書きます。やばい、え、かわいい、なんかサンタ仕様、メリクリ。じゃん、メリクリ。小松さんありがとう、めっちゃかわいいめっちゃかわいいの、なんかまつげ描きました、ありがとうありがとう、サンキューありがとうダイダイさん、ヤルーザさん、超イケお餅神ゴッドさん、ヤルーザさん、ヨッチさん、カナちゃん、コウジさん、ケイヤンさん、ダイダイさん、ムクロさん、モリさん、ラザさん、ミホンさん、ダイダイさん、マユカちゃん、タツさん、かわいい、ありがとうございます、ありがとう。カナちゃん、ナナのちっちゃいおっちゃんさん、マユカちゃん、ギオさん、コウメさん、ケイタンさん、ナナのちっちゃいおっちゃん、サガミミツオさん、ベアーさん、ミクリさん、リコちゃん、レオさん、ありがとう、ありがとうございます、みんなありがとうユージさん、ミクリンさん、マユカちゃん、タツさん、サエちゃん、カナちゃん、レイさん、サエちゃん、テキサスのロンスターさん、パイポイさん、チキンさん、あ、ツンちゃん、ありがとうございます、ありがとう、トナカイナオさん、星ありがとう、星、タツさん、あれです、ありがとう、ちっちゃいクマオーナメントですね、多分。あ、これなんか違ったら、違うんかな、合ってるかな。ナオさん、星もう一個ありがとう。さえちゃん、佐藤さん、直樹さん、チキンナンバさん、さえちゃん、いつきさん、星、サンキュー、ありがとう。タツさん、ワイチさん、タツさん、星ありがとう。ワイチさん、高倉さん、佐藤さん、ありがとうありがとうございます。マレーシアからご挨拶、あ、ありがとうございますリプリップルに師匠と弟子いるの激アツ。確かにリプリップルの時は師匠弟子関係なかったからね。あの時あやかマジでめちゃめちゃなんか緊張してた。なんやかんや1年ぐらい。そうだね、今年の初めに行ったから。忘れてないですか。そうだって LINE グループもねあるのでねでプリプリの時は愛花さん、そう愛花さん呼びやったけど、なんかめっちゃタメ口で喋ってってめっちゃ言ってくれるからタメ口になりました。年めっちゃ近いんですよね。多分一番年近いのが多分ミカナさんなんですけど、誕生日的にも多分次ぐらいに年近いかな。多分だってミオチ4月、あ、ミオチも近いわ。ミオチと、あ、違う、ミオチ1年ぐらい離れてるわ。ミカナさんが近くて次がアイカちゃん近いかも確か。合ってるこのクエさんは丸よいパパさん、はるちゃん、ケイトさん、くついもさん、ありがとうございます。こまっちさん、ゴンちゃん、かなちゃん、パイポイさん、修造さん、みほんさん、ゴンちゃん、超イケおじサンタさん、ありがとうございます。ジャンレディでアイピが友達って言ってた。そう、友達って言ってくれるから友達です学年ことじゃなくて月ごと、あ、そう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 、あの月で考えてるシュウさん、ありがとう。早生まれだと考える、そう、なんか早生まれ計算難しいピッちゃん元気かな、ピッちゃん元気だよシンシンさん、何の師匠なの。シンシンさんは私とめちゃめちゃ共通点が多くって、
なんかその入った時の年齢とかなんか状況とかもめっちゃなんか似てたのと、なんか最初固定部屋が一緒やって、もともと研究生時代のなんかそれぐらいかなって思ってたんやけど、なんかそれだけじゃなかった、その加入時期も一緒やったし、なんか踊り方も似てるって言われたし、結構なんかその骨格とかも多分似てるんですよね。シンシンさんでもなんかあの骨格もなんか可愛いよな可愛い。焼き鳥先生欲しい、ありがとう。でもそのなんか服のなんか多分シンシンさんがと、ん、なんかめっちゃおこがましいかもしれんけど、シンシンさん多分ナイスクラップとか好きじゃないですか。私もめっちゃ好きなんですよ。そうで、まあでも一番師匠もう弟子入りさせてくださいってなったのはやっぱそのダンス面、パフォーマンス面でやっぱ初期のシンシンさんに似てるってめっちゃ言われることが、言っていただくことが多かったから、やっぱ参考にしようって思った。アッシュさん、佐藤さん、レムさん、ありがとうございます。リッコさん、カッチンさん、チキンナンバさん、ありがとうございます。アッシュさん、トモタンさん、ありがとうございます。そう、初期って首座ってない時代、あ、首座ってない時代ほんまにあるん？あやかは最初から首座ってた、ほんま？首座ってないのあんまイメージないんやけどさ、めっちゃなんかよく言ってるよなでもなんかあやか昨日シンシンさんの好きな食べ物をめっちゃ調べてて、寝る前にあの 何が好きなんやろうと思った、ほんまにトマトと卵料理、オムライスしか出てこんくって、でブログも読んだの研究生ぐらいの時、なんかバイチョルって言ってたかわいいでなんかそのなんかダンスはなんかあの得意じゃないみたいな書いてて、でもなんか入る前までは得意だと思ってましたって書いててなんか前も公演の MC の時になんかズボンの裾片方だけめくるなんかダンスリーダーとしてやってたみたいな言ってて、めっちゃかわいいめっちゃ可愛いってなった。なんか初期の先輩の姿とかやっぱ見てないから、その実際にもうそもそもお会いできてもないし、だからめっちゃ可愛い、めっちゃ調べてる。そうめっちゃ調べた昨日、そしたらほんまにもうびっくりするぐらいトマトと卵料理しか出てこなかったでもなんかねパフォーマンスが2人の共通点がと、ありがとうございます、嬉しいはありがとうございます。でもシンシンさんみたいになんかいつまでフレッシュで可愛いパフォーマンスできるようになりたい。はるさん、あべべさん、ありがとうみーたんさん、ありがとうございます。バイジョルいじってないです、可愛いほんまに。なおとさん、こうじさん、はるさん、何倍のセレビーさん、相模みつおさん、ニコさん、ニッタさん、コデオヒーローさん、佐藤さん、ネコラーメンさん、佐藤さん、ありがとうございます。でもなんかやっぱさ、シンシンさんと話してたらさ、なんかめっちゃさ、ほんまにさ、なんか素でさ可愛いってなりすぎてさ、めっちゃキモかったほんまにめっちゃデヘデヘしちゃったんですけど、あの今日エモストあるので皆さん見てください。シンシンさんとデヘデヘしてますでもなんかシンシンさんのなんか優しさになんかちょっとなんかえへへみたいになっちゃう、めっちゃ佐藤さん、小町さん、ありがとうございます。ひよこさん、ラブレターありがとう。はるちゃん、佐藤さんありがとうございます。しむさん、ありがとう。なんかあのあやかもともと NMB48 入る前って結構あやかあれなんですよ、あのなんか今ってなんかそれこそめっちゃ年下の子めっちゃ可愛い可愛いみたいな感じのなんか人みたいな多分思われてるのかなって思うんですけど、ちっちゃい子も好きなんですけど、私もともと学校いた時とかほんまに結構周りの子がすごいお世話焼いてくれてた側、お世話焼く方じゃなくて焼かれる側やって、結構みんなもうなんかめっちゃ面倒見てくれてて、なんかその時の気持ちがちょっとシンシンさんといたら蘇るけど、なんかキモいからなんかもううわーとかできないけどなんか
でもめっちゃなんかシンシンさんなんか包容力なのかな、なんか見守ってくれる優しさがあるから、なんかその入る前の自分のなんかあのなんか気持ちを思い出す、なんか入る前なんかめっちゃ人にめっちゃダラダラしてたなってお世話焼いてもらってた側なんでね私。今もでもリサにね焼いてもらってるけど甘えられる側、いや私甘える側だったんですよ多分。めっちゃずっと人の膝の上座ってたし、ずっとなんかずっと寝ててお世話されてたけど、なんかここ入ったら、まあ、なんか最年長で同期の中で入ってきたから、そういうねそういうずっとそうではいかないじゃないですかでも甘える側ない、あでも リサとかにめっちゃ甘えてるなんか今日のしおりさんがさ、しおりさんがねあの今日生誕祭であのシンシンさんに無言で頭撫でてみたいなやって、でなんかよしよししてもらうみたいな言ってて、なんかそれは無言で頭よしよししてはないけど、もうなんかずっと彩香は好きあらばリサの膝の上とかに座って、あの寝転がってますね、なんか座椅子みたいな感じでリサにこうやってますね、ずっとリサがここにいてリサーってやってるずっとリサなんか去年の周年のあのコンサートのリハ期間でほんまにめっちゃやつれた自分がリサの膝の上でリサがすごい慰めてくれてる写真がねありますね優しい。あん時はリサはめちゃめちゃいたわってくれてたんですけど、最近はもう本当に何みたいな、めっちゃ反抗されます最近。でもないいの、反抗されてもリサの膝の上好きやからいいの。イリーさん、きなおさん、佐藤さん、なおさんプレゼントありがとう。焼きまんじゅうさん、きなおさんありがとう。焼きまんじゅうさん、ひなっぴさんありがとう。チキンナムさんありがとう。トナカイ佐藤さん、あ読めない、キーンドラーさん、佐藤さん、焼きまんじゅうさん、猫ラーメンさん、佐藤さんありがとうございます。ケアさん、わなめとありがとうございます。レオさん、レッドさん、イグッチさん、ノースフライトさん、つんちゃん、ノースフライトさん、ゴンちゃん、はるちゃん、ひろしさん、タンベマーボーティー改めティーマナブさん、ともたんさん、かっちゃんさん、くつひもさん、佐藤さん、はるさん、だわってさん、けいやんさん、たいぞうさん、ママンちゃん、りこちゃん、佐藤さんありがとう。メンバー特権MC の時ガチでリサのこと忘れてて、もうリサのことほんまに可愛い、ほんまに可愛いリサ、うなんかもうリサマジで可愛いやばい。あ、こまちさん、クマありがとう。あ、これめっちゃあれやん、いつものクマちゃんやんこれ。あ、じゃあ困ったですね、困ったリサが可愛くて困ったありがとうございます。こまちさんありがとう、可愛い。帰宅しました、お帰りなさい。遅くない？てか今日めっちゃ寒いね。なんかあと MC でなんか雪降ってたみたいな話になったんですけど、降ってたみたいですね反省会の時雪降ってたよ今日って、大阪初雪だったらしい。全然なんかもうそういうのも考えずに過ごしてるから気づかなかったくまった。ありがとうございます、ありがとう。こまちさんありがとう、イエーイありがとうございます、イエーイありがとうあ淡路島も降ってた。淡路島いいな、行きたい淡路島。 A さん、かみなあいりさん、はるさん、けいやんさん、
佐藤さん、エースさん、佐藤さん、ありがとうございます。スケートしてるあやぴょん満たさる。私スケート意外に滑れるので、滑るだけなら可能。マジでマジで滑れる技とかは無理やけど、なんか滑る行為はできるね。なんかツルツルみたいな佐藤さん、アイマールさん、ありがとうございます。しおりさんとのコンビ好き、え嬉しい。しおりさんもっとお話ししたい佐藤さん、ありがとうございます。あ、なおさん、ありがとうございます。くま、くまったありがとう。なんかさ、くまなのにさ角生えてない言っちゃダメこういうのは。あんま言っちゃいけないこと言ったかもね今なおさんってしんしんさんと同じ名前やん。なんか共通点めっちゃある人おるの嬉しいな、やっぱなおさんありがとうありがとうございます。なんか顔はオーソドックス可愛い顔にしたありがとう、イエーイ、ありがとうございます。サンキュー、ありがとう。佐藤さん、スケさん、ありがとうございます。ケアさん、アイマールさん、シムさん、ありがとうございます。あ、靴ひもさん、ありがとうございます。うわ、めっちゃクリスマスツリーやば。なんかもうほんまにさ、世間、世の中はクリスマスなんだね何急にって感じやけど、全然なんかクリスマス、え、なんかそう、みひなにデート誘われたんですけど行けないから泣いちゃうね、悲しい。こよたんの真似していい？急やけど、こよたん泣いちゃう。めっちゃめっちゃリハ期間こよりの口から何回か聞いたクリスマス気分を味わえてないですね。靴ひもさん、ありがとう。あ、なんかクリスマスっぽさを出したかったんだ。やばい、これはクリスマスなのか怪しいですね。ありがとうございます靴ひもさん、ありがとうありがとう。ちょっとちゃんとあのプレゼント書きましたありがとうございます。ありがとう。スケート楽しいね、楽しい。久しく滑ってないですね。でも佐藤さん、ありがとうございます。さきしょうさん、くま、ありがとう。なんかこれゲームのくまみたい、かわいいな。あやぴょんって体育とかも何気なくちゃんとこなして、そんなイメージ全然ほんまに全然。かなちゃん、ありがとうなんか高校の時に選択できて、確かバレエとなんか選択できて、まあ、バレエしたんですけど、なんか最初結構なんか思ったより打てるようになったんですけど、なんかちょっともうあれやった、痛すぎて無理やった手赤くなっていくのが無理やったな理由しょぼいけど、めっちゃ。どんどんさん、佐藤さん、みりんさん、レオさん、ゆうじろうさん、ありがとうございますあ、こよたんのモノマネ似てる。あ、嬉しい、ありがとうトムさん、ヒーローさん、佐藤さん、ありがとうございますこよたんのモノマネ何個か習得したよ佐藤さん、ありがとうございます。ロックさん、ありがとう。あ、こまちさん、ありがとう。せーの、困った困った。あやまつも困っちゃうね。こよたんはあの作業かな、なんか舌足らずなんよね、困っちゃうねみたいななんかわかる、なんか可愛い
口調が。なんか喋ったらなんかおもろい、めっちゃでもなんか8期生のこと好きってめっちゃ言ってくれる、嬉しい、レアじゃない？じゃん、小松さん、サンタありがとう、メリークリスマスありがとうございます、サンキュー。そう、今日の絵のバリエーションすごい、え、嬉しい、絵褒めてもらった、やったー、ありがとう。ロックさん、佐藤さん、ありがとうございます。佐藤さん、コンソメさん、バレラさん、レオさん、佐藤さん、トムさん、ひろしさん、ドドンさん、ありがとうございます。かなちゃん、くま、ありがとう、困った。わたるさん、りなさん、ありがとうございます。はるちゃん、ありがとうございます。くーたん、8期との絡みめっちゃ多い、確かに。くーたん、かわいい、いい子高倉さん、ありがとうございます。なんかていうか珍しいかも、高3であんな純粋すぎてめっちゃすごいT マンナブさん、ケイヤンさん、朝市さん、ありがとうございます。はるちゃん、トムさん、ありがとうございます。なんかめっちゃ面白い、こよたんレオさん、トムさん、ひろしさん、ありがとうございます。柳さん、はるちゃん、ともたんさん、ありがとう。こよまちゅいい子だよ、めっちゃ。あ、他行が言えないんだ、全部チュチャチチュチェチョになるんよ多分。はるちゃん、キンキン、ありがとう、星かなちゃん、リフキーさん、ありがとうございます。リコちゃん、はるちゃん、ありがとう、かわいい、こういったら泣いちゃう、なんかかわいい。フォローしました、ありがとうございます。なんかそう、なんかリサ味があるじゃないけど、なんかリサとは違う純粋さがめっちゃあるイメージ。チユさん、日高浩二さん、ありがとうございます。こよたんともまた喋りたいですね。なんかこよたんのあのゆっくりの口調がちょっとなんか一緒に喋ってたら映るんですよねゆっくりでも私どっちかというとめっちゃ早口やからちょうどいいんかもしれん。じゃあランキング見ます。3位、あ、13位チキンナバさん、ありがとうございます。12位アベベさん、ありがとうございます。11位ひよこさん、ありがとうございます。10位タツさん、ありがとうございます。9位ケイヤンさん、ありがとうございます。8位レオさん、ありがとうございます。7位ハイドさん、ありがとうございます。6位日川奈緒さん、ありがとうございます。5位いつきさん、ありがとうございます。4位くつひもさん、ありがとうございます。で3位なおさん、ありがとうございます。2位ウォルさん、ありがとうございます。で1位小松さん、ありがとうございます。ありがとう、みんな今日もありがとうございます。明日は朝7時半から8時でやって、昼にやって寝落ちしてた、あ、お疲れ様や、もうみんな寝てな明日朝7時半からしますね。やって12時にやって、ちょっと夕方はまたちょっと告知します、ちょっとスケジュール次第で。夜は今みたいな時間にやろうと思ってます。で夜はできればあの急にファッションショーしたい私服紹介なんかしますエモストこの後放送されるので皆さん見てね。 TVer でも見れるよ確か。ありがとうございました。じゃあおやすみ、バイバイ。